はい、では今日はですね、すごい簡単なヘアアレンジをずっと続けて、これで3回目なんですが、 BP801 のファイナルコーム1本で、まずここに三角形の部分を作ります。そしてこれをバックから801でバックコームで、もう一段バックコームします。そしたら上のとこはしないで、そして I 字ブラシ、僕は I 字ブラシは451をもっぱら使います。401でナイロンが入っている方の使う方が多いんですが、なるだけ重毛でツヤの出るよう考えて、この通称シニオンブラシの451はなるべく重毛を使います。そして今バックコームした部分を折り返します。で、見せピンにならないようにスモールピンで、これも情報通り変形 C ピンにして、根元に1本で打ちます。この時に前の方に行くようにピニングします。こういう感じですね。そしてあとは本当に5分ぐらいで簡単にできる Z パートに801で取ったら、単純にこの土台にピニングするだけです。簡単なヘアアレンジで、まあ、ちょっと洋服に似合わせるというつもりでやってます。で、常にピニングした時に髪の毛が全部前に行くようにピニングします。で、若干ネープが襟足が 4,5 センチなんで下に落ちる可能性もあるんですが、まあ、それは落ちたら落ちたで、今は一般のファッションがキッチュなものとか綺麗じゃないもの、割とこうそれを自然という言葉に置き換えてしまうんですが、まあ汚めの感じ多いんで、ことさらそこは考えなくても、ただ適当にやってもピニングだけはしっかり打たないといけないんで、必ずピニングは情報通り必ず止まる位置に、こう縦と横が止まる位置に、でものすごく髪の毛が量が多い場合はもっと変形し一品するんですが、もうこのぐらいで全然取れません。で、おおよそこれも 4,5 分のタイムでできてしまうヘアアレンジで、まあ一般の方もお友達とやりっこすればすごく簡単にできて、で一番おすすめのポイントは、これはボブスタイルなんですね。だから今髪の長い子以外、ショートのシャギ以外の子ってほとんど東洋人の場合ボブが多いんで、ボブスタイルってアレンジが難しいですよね。それがボブスタイルで簡単にアレンジできるというところがおすすめポイントです。で、ちょっと先にモデルさんヘアスタイル考えるのは本当に1分かそこらで考えてるんですが、最初に洋服を見せていただいてるんで、そのイメージの似合わせということで、気をつけても本当に崩れちゃうようなスチール写真撮ったら終わりっていうんじゃなくて、やはり要所要所は必ずピニングを入れて、多少風に当たってもパーティーで夕方の
時間にご飯食べてもまだ崩れないっていうレベルにしてあげた方がいいと思うので、毛先を動かしても要所要所にポイントは打ちます。でこの毛先を動かすことによって、多分一般の方だとこれが最初ボブスタイルから派生したとはあまり思わないと思うんですね。なんかアップにできるぐらいの長さがあったんじゃないかっていう錯覚を覚えると思うので、お友達とか知り合いの人がなんかウィッグ被ってるみたいに思われたりとかっていうのが狙いの感じですね。でこういう柔らかめのカールは本当に一般のプロの人より素人さんの方がなだらかなカールがうまいんで、自分でいじってもらっちゃったっていいと思います。やっぱりカール系のヘアスタイルっていうのはセンスのいい素人の人の方が上手だと思います。それで薄くスプレーをするんですが、必ずシェイクして遠めに30センチぐらい離して、でこれを一度振ったら少しカールを遊んでからまた 2,3 分後に振ります。そうやって薄いベールを30ぐらいに作っていくと、こういうサイドビューを見ていただいてもこういう感じに、でちょっとモデルさん前から見えてないので、一応今じゃあちょっと今どうですか、見えますか。あ、すごい、地毛でこんなにいいと思ってなかった。